リリ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 重っ。見てこの帽子を。はい、こんにちは、スプレーアートのヌメちゃんとベルちゃん、今日いないから。今日はですね、スプレーアートの一つの、まあ、仕事である道具の準備をしていきたいと思います。で、まあ、ラッカースプレーなんだけど、アクリルラッカースプレーっていうのを僕は使ってんだけど、じゃあそれを棚卸しをやっていきたいと思います。 OK？じゃあ今ね、どんな状況、今、まあ、1年でどんだけ使ったかみたいなね、ちょっとゴミとかあるから、ちょっと、そっちもね、聞かないけど、ちょっとチラッと見て、見せたいと思います。OK。レッツゴー。はい、これがね、キャンバス。6号。僕はね、大体ね、6号を使ってます。6号で、今ここに、何個あるの？ここで1300枚ぐらいで、マッチとか、まあ、全部でトータルでね、7、8000枚ぐらい今、白キャンバスがあります。OK！ まあ、白キャンバスなんで今日は、スプレーね。OK、レッツゴー。はい。多分ね、本当に誰にも見せたことない。だって超汚いから。ということで、人生初公開のいろんなものを置いてる部屋に行きます。いくよ。3、2、1。うわー。やべえよ。うわー。うわー、これが見えるかな、全部空のスプレーだね。1、2、3、4、5、6、これもかな、7、8、9、10、11、12、今まではなんか全部捨ててたんだけど、ちょっとね、商品これで商品なんか作ろうと思って、とりあえずね、取ってで、これがゴミね。ゴミで。で、こっちのキャップもね、今まで全部捨てたんだけど、なんかこれでなんか面白いことできないかなと思って、とりあえずちょっと貯めてあります。すげえな。OK。まあ、ここにね、甲冑がね、10個ぐらいあるんですよ。ということでね、じゃあ今からスプレーの数数えて、3ヶ月で何個使ったか調べていきたいと思います。レッツゴー。やばいな。全部見せたことない部屋ばっかだ。とりあえずこれね、スプレー、まあ、全部で40、50箱ぐらい常にあるんだけど、とりあえずちょっとね、出さないと数えられない。あ、ちょうど満タンなのが1個残った。これをね、このセットを作ります。とりあえずね、このセット作るから、まあ人それぞれ何個必要か分かんないけど、まあとりあえずこれを全部並べてみて、よいしょ、これ全部空箱15箱、空が15箱。大体これが3ヶ月分の道具の量でございます。大体1日1箱ぐらい使う。 OK。 まあとりあえずね、数えてって最後に何個か報告したいと思います。 OK。 OK。 ということで数えました。まあ約2ヶ月、これ多分2ヶ月かな、2ヶ月半かな、使った本数が、黒365、白106、クリア78、黄色46、オレンジ44、赤60、エメラルドグリーン30、スカイブルー45、ブルー41、ダークブルー33、ネオングリーン、ネオンピンク、めっちゃ高いんだよこれ。20本ずつ、まあ、ピンク2種類あって20本ずつ、ブラウン20、パープル20、グリーンも2種類あって 9本と20本で、ゴールドが13本。うわー。で、大体ね、今数えたらね、2ヶ月で1010本使いました。少ないな、でもね、ほんと多い時、今年はもうなんかほんとコロナでイベントめちゃめちゃほとんどなかったから、家で書いたりネットで販売とかしてたんだけど、とりあえず1010本。まあこれはな、長野県と沖縄にあるんだけど、これちょっともう長野で今年は終わりだから、数数えて沖縄で買って、こっち持ってくるっていう感じで。
なんかわかんないけど、沖縄のスプレーの方がね、ちょっと安いんですよ。ちなみに金額が、だいたい50万ぐらいか。スプレー代で、50、するね。数えたことなかった。怖い。知らない方がいいこともある。OK。ということで、今から戻していきます。まあこんな感じでちょっとした道具紹介でした。うわ大変でしたね今年はね皆さんね。はい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。でもしなんかまたこういうのやってとかこういうの教えてとかもしなんかあれば分かることだったら教えられるんでなんか聞いてください。ありがとうございます。